さあ今回ね、最近よく来てるガチャポンのオフィシャルショップに来ました。こんな感じでね、買った回してね、ガチャでこうフィギュアとか並べて写真撮れるブースもこうあったりするんですよね。こういうのいいよね、楽しい。で実際のね、ガチャガチャっていうかもうガチャポンね、ガチャポンの商品たちがこう実際に並んでるっていうのもいいんですよね。ただここにあるこのしんちゃん欲しかったんだけどなかったのよ。まあ、必ずね飾ってあるやつがあるわけじゃないので。こっちにもめっちゃあるな。かわいいな、トムとジェリーのあの ライトかわいいんだよね、最近出たやつ、光るやつね。でね、ガチャポンオフィシャルショップって結構全国的にあるみたいなんだけど、そのオフィシャルショップ限定のガチャポンとかもあるみたいですね。今サンドランドあったね。そう、ガチャポンオフィシャルショップ系の限定ガチャポンみたいな、まあ、ガチャポンオフィシャルショップっていう名前なんで、あのバンダイのガチャポンのみなんですけど、それでもすごい数あるからね。ほらこれかわいいんだよな、トムとジェリーのライトマスコットってやつか。このチーズ食べたジェリーとかかわいくない？チーズ、でかいチーズ食べて三角になっちゃう。あ、でもこれね、目印アクセサリーのね、この傘につけるやつなんかちっちゃいんだよね、ちょっとね。まあ最近ね、他のがもうみんな値上がってるからしょうがないんかな。ガシャポンはやっぱりなんか顕著に感じますよね、値上がりをね。もう300円だったら、おお安くないって感じになるし、まあ400円は普通みたいな。これね、今回ね狙っていったやつです。ベイマックス狙いで、あとゼロも欲しかったんですけど、1回目オラフ、2回目ベイマックス、3回目ゼロだっけなっていう出方でした。まあマリーちゃんはちょっと出なかったんだけどね。これもよくできてますね、バンビで。これしんちゃんとサンリオのコラボかな。これね、どこでも回す、ガシャポンを回せるっていうね、ガシャポンのハンドルだけ売ってるっていうね、すごいね。しかも歴代ので、ここら辺がね、ガシャポンオフィシャルショップ限定商品なんですよね。まあ、こういうね、こういう限定商品を扱ってるとこが近くにないとなかなか手に入れづらいかなっていう。召集力も限定なんだってちょっと意外だった。お、これハリーポッターじゃない？なんか平成レトロっぽい感じ。これちょっとね、人気ないコーナーですね。僕的に、僕的にって言っておこう。一応バラエティとかいろいろね、ジャンル分けにはなってるんだけど、まあ一応言ったら全部見ますかね。なんかガシャポンショップみたいなとこ行くと必ずね、隅々見ちゃいますね。全台を一応見ていくみたいな。これもいいよね、ウルトラマンのね、ラバーチャーム。名シーンがね、ラバーになったよってやつ。あ、これとかもね、アルティメットルビナス。結構もうシリーズ出て長いですね。セブン。ああ、ウルトラこの怪獣消しゴムのやつ、このシリーズはすごいいいと思います。まあ昔に比べたらそれはね、高いけど、いろんなラインナップとか最近のウルトラマンとかも出てたりするから、まあ出ないよりは全然いいですよ。まあ高いけども。お、フェイスコレクションだって、ドラえもんとドラミちゃんじゃん。そしてそこら辺しんちゃん関係かな。まあ他にもしんちゃん場所あったけどね。だから全体見なきゃいけないっていうね。絵本マスコット、時が胸胸系だとかね、そうね、待ちぼうけとか、粘土のやつとか。ハンターハンターか、これは。あー、なんか最近流行ってる、何なの、アニメ、漫画、ゲーム、分からん。これサンデーのね、これいいと思いますね。サンデーコラボレーションの豆本ガシャポンですね。
豆本シリーズ結構僕はいいと思う。最近の印刷技術がね、良くなってできるようになったのかな。で、仮面ライダーとかブンブンジャーとかね。これ時刻表の豆本だね。もうなんかすごいよね、クオリティね。で、下はね、世界のなんかこうガイドブックのやつね。歩くやつ。なんだっけ。名前忘れちゃった。で、UFO キャッチャーもあるんですよね。で、これショート動画でやって結構伸びた。タラで回せるやつね。カラーカプセル入れるとこう光るみたいな。この辺ちょっとジャンプ系かな。こっちちょっと高額系ガチャですね。ガシャポン500円より高いよっていう1500円とか。まあその代わりね、こういうちゃんとしたね、ちょうどウルトラマン7とかこれとかかなりいいからね。うん、そんな感じでね、今回ガシャポンオフィシャルショップ、バンダイオフィシャルショップっていうのかな、はい、に行ってきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してください。それではまた。バイバーイ。